こんにちは。NJ の初心者向け AI 講座にようこそ。私、中条隆之と申します。Discord を使って、なんかうまく自動化できないかなと思って、個人的にも、なんか、この YouTube チャンネルのチーム、まあ、この動画じゃないんですけど、他の YouTube のチームとかで Discord 使ったりとか、あとプライベートでも結構 Discord 使うっていうのが近年増えてきていると思うんで、自動化したいなと思って、ディスコードボットみたいなのをですね、作ろうと思い、今回このようなコピペでできる API を使って、ディスコードボットをガスで作ろうというタイトルで書かせていただきました。多分できるだろうと思ってやったらめちゃめちゃ簡単にできたので、ぜひですね、やっていただけると嬉しいです。一応資料もあるので、資料をチャットに書いておきますので。あと、この概要欄にも書いていますので、もしよければご覧ください。Discord ボットを作ろうということで、はい、Discord を自動化したい。ちょっと全然記事をさっき15分ぐらい前に急いで作ったんですけど、これやっていきますね。まず、ガス側の方をちょっとやりたいなと思うので、ちょっと一旦ログインしますね。ライブ配信の時に音声がここからなくなってしまったので、アフレコで今音声を入れています。スプレッドシートをですね、こう開いたら、新しくですね、まあ、とりあえず名前を書いておきましょうということで、名前は今 A1 に書いてますけど、これはここではなくて、上の無題のスプレッドシートを消して、Discord ボットにしてくださいといった感じですね。ちょっと見にくいので拡大しましたと。でメニューバーの拡張機能というところの Apps スクリプトですね。ここを押すとですね、スプレッドシートに紐づいた Google Apps スクリプトというプログラムをですね、書ける画面になります。ちょっと起動が遅いんですけど、はい、終わりましたね。で、これ、マイファンクションと書かれているやつ、もう3行とも全部消して、資料にあるですね、資料というかまあ記事ですかね。この記事にあるプログラムをそのままコピペで全部ですね、貼り付けていただければなと思います。この記事の下の方ですね。こちらですね。コピーができましたら、Discord に戻りまして、このチャンネルのところですね、チャンネルの右側に歯車マーク、チャンネルの編集というのがあるので、そこからですね、まあ、一旦チャンネル名をテストにしていただいて、変更保存しておきますね。で、このテストというチャンネルのこの右側のですね、歯車マーク、チャンネルの編集のところをクリックしてもらって、連携サービスですね、左側の連携サービスというところをクリックすると、Webhook というのがあります。で、この Webhook ですね、Webhook を作成というのをですね、押すと、Webhook がですね、作られます。もうこれだけです。めちゃめちゃ簡単です。で、これ、クリックしたらもう使えますね。Webhook の URL をコピーすればいいんですけど、まあ、一旦なんか、この画像とか変えときますね。コピーですね。これコピーして、緑色のコピーされましたという文字が出たら、Google のこの Chrome に戻ってもらって、この Discord Webhook URL のところも、ここですね。ダブルクォーテーションは消さずに、はい、こんな感じで書いてください。で、このままですね、もうこれ実行してしまえば大丈夫ですね。実行を押すと、最初だけですね、外部のサービスへの接続というですね、権限確認が聞かれますので、これ権限を確認する必要があります。メールアドレスを選択して、安全なページに戻るではなく、左側の詳細から安全ではないページに移動で、これですね、外部サービスへの接続を許可してあげてください。これでですね、もう、送信、この実行を押すだけで、このディスコードに、まあ、ピコってなってますけど、はい、こんな感じで押した分だけ届くといった感じですね。で、他にもですね、このエンブドというのがめちゃめちゃ便利なので、これもですね、これコメントアウト外してもらって実行すると、ちょっと上にも出ちゃってますけど、はい、こんな感じで、下にですね、一つ目、二つ目、三つ目みたいな感じで、これ、埋め込み機能みたいなのが付けられますと。で、これ埋め込みなので、これ×ボタンで全ての埋め込みを削除で消せたりもしますと。結構便利ですよね。じゃじゃん。
このディスコードの方の下準備が今回からは必要で、このプレファレンシーズ設定画面ですね。そこで、ちょっと開発者モードというのをですね、オンにするといろいろできる幅が広がりますので、それをやっていこうと思います。こちらですね、ディスコードの中のこのプレファレンシーズですね。今までの内容はですね、別に開発者モードをオンにしなくてもよかったんですけど、ここからはですね、この詳細設定からこの開発者モードのこのチェックをですね、オンにしなくちゃダメです。私今オンになってたんですけど、これオフだったとしても、ここまでの内容はですね、動きますと。ただ、ここから先はここをオンにしてください。これオンにするとどうなるかというと、ID が見れるんですよね。例えばこの左側のマイアカウントのところに、今、私のこの NJN0TE のアカウントがあるんですけど、この右側にですね、この詳細設定から、この開発者モードをですね、オンにしていただければ、私のですね、このマイアカウントのこの右側に点点点が出てきます。で、ここにですね、ユーザー ID をコピーというのがあるので、このユーザー ID を使ってメンションとして送信することができたりします。例えば、ここに、こんにちはの後に、このタグ括弧っていうんですかね、この尖った括弧で、アットマークを入れてあげて、ユーザー ID ですね。今コピーしたユーザー ID を貼り付けます。で、これでですね、保存してあげて、実行してあげると、ピコってなりましたね。そうするとですね、こう、メンションが飛びますね。私宛に今、メンションが飛びました。で、チャンネルも一旦作りますね。なんか適当に、プラスマークから、テキストで、なんだろう、メンションみたいな。適当なチャンネルを作って。で、これのですね、ID も開発者モードだと見れたりします。どうやって見るかというと、右クリックですね。右クリックでチャンネル ID をコピーというのがあるので、これコピーしてあげて、で、チャンネルの時はですね、一回開業しますか。開業で、またこのトゲ括弧、タグの括弧は一緒なんですけど、これアットマークじゃなくて、シャープですね。チャンネルの時はシャープで ID ですね。シャープで ID。で、これでですね、保存してあげて、ご確認くださいみたいな。こう矢印つけてあげて、こちらをご確認くださいみたいな感じで、実行ボタンを押せばですね、こちらに、新しくまた1行加わってるんですけど、このメンションっていうところが押せるようになってますよね。で、これクリックすると、このメンションっていうチャンネルに移動ができるといった感じですね。こんな感じで、リマインドツールとか、公開処刑で、ここチェックしてくださいみたいな、やってないですよねみたいな感じで、チャンネル、ここも、ちゃんと確認してくださいねみたいな感じにもできますし、結構使い道はいろいろあるんじゃないかなと思いますので、最後にご紹介してみました。他にもですね、いろいろとできそうだったので、もし何か、これ面白いじゃんみたいなのがあれば、どんどんですね、また追加していこうと思っています。最後までご覧いただきまして、誠にありがとうございました。最後宣伝で、ユーデミーのというところでですね、動画出してたりしますので、もしよければ、こちらも見ていただけると嬉しいですね。この記事、あとはちょっとこの辺も編集するんですけど、最後にこのユーデミー講座の宣伝もあるので、もしよければ、こちらも受講していただけると嬉しいです。結構頑張って作ったし、常にですね、チャット GPT の API のバージョンが変わるたびに更新していたりもするので、見ていただけると嬉しいですし、かなり、こんなことできるの？みたいな感じで、初めて触る方は感動すると思いますので、ぜひですね、ご覧いただけると嬉しいです。まあ、ぜひ他にこんなことできますか？みたいな質問も結構来てたりしますが、そういうのも大歓迎です。はい、ありがとうございました。それでは、また、チュース。動画が流れます。ちょっとうるさいかもしれないので、音量を下げた方がいいかもしれないです。それでは、また。は定数で、レッドは変数ですね。お友達登録が完了すると、こちらの ID ですね、シート ID 変えていただけると、このような感じでシートが開きます。こんにちはと打つとですね、スプレッドシートにも、こんにちはといった感じで。チャット GPT にですね、ユーデミーと YouTube の違いは何ですかと聞いてみましょう。はい、帰ってきましたね。
制約としてですね、あなたはこういう LINE チャットボットですとか、2たす4は6ですと返ってきました。それに対して、さらに8をかけてと、48ですと返ってきましたね。私のメールアドレスにね、なんとメールが届き、送られてきましたね。ファンクションコーリングというのを使ってメールを送るというファンクションを呼び出しています。私はですね、中条隆之と申します。LINE×ChatGPT 講座、ぜひご受講ください。このチャンネルでは毎週金曜18時にプログラミングやテクノロジーが学べる動画を配信しています。毎週月末の金曜18時にはテーマを一つ決めてライブ配信もしています。知識が全くなくても動画の通りに行えばプロトタイプが作れたり、作ったプロトタイプを実際に発表する場を設けたりしています。また現在は海外に住んでおりますので、現地に住んでいる人を仲間にして短期間でその仲間たちとプロトタイプを作り発表したりもしました。それから豪華なゲストをお呼びしてインタビューを行ったりもしています。 TSFCM テックスクールフォーチェンジメーカーズも運営しています。詳しくは概要欄の公式ページをご確認ください。最後にチャンネル登録といいねを忘れずに。ご視聴ありがとうございました。